はい、どうも、くまんちャうしゃつばさです。では、日本マクドナルドの計り知れない給料について話します。日本マクドナルドの平均年収は602万円とのことですね。はいえー、年度別はこちらですね。はい、仕事はに日本国内でマクドナルド店舗の展開運営です。日本のハンバーガー市場ではシェア60%から70%台をキープするなど圧倒的な存在感を持っています。 近年では高級試行などさまざまな試行錯誤を行っていましたが現在では低価格などの各10路線に落ち着いていますレギュラーラインのハンバーガーに加えて月見バーガーやグラコロバーガーなどの季節限定商品も人気です所在地が東京都新宿区西新宿651新宿アイランドタワー38階39階40階となっておりますね設立が2002年7月とのことですね もっと早いような気もしますけどね。はい。お茶が年齢別平均年収です。20代が400万円から500万円ほど。30代が570万円から600万円ほど。40代が670万円から750万円ほど。50代が809万円から802万円ほど。60代が540万円ほどとなっております、はい。今ね、プレゼント企画やってますので、良ければ近日中の動画からご参加をお願いします。では。 終わります。